ビオーニエは基本的に白ワインを醸造するために用いられるドウ品種である。ただ、地域によっては赤ワインを作る際、シラーと混合して醸造する手法である根性が行われることもあり、ワインの色合いや香りに影響を与えている。ビオーニエはフランス南部のローヌ渓谷で主に栽培され、ローヌの産地コンドリューではこの品種だけが法的に認められている。 ローヌ以外でも、南北アメリカ大陸やオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカのケープワインランド軍イスラエルなどでも栽培されている。シャルドネのように、ビオニエからは、比較的色も味も濃厚なワイン、いわゆるフルボディのワインを生み出すことができるとされる。シャルドネと大きく異なる点としては、ビオニエはもともとももやようなし、スミレのような方向に飛んでいることが挙げられる。ただし、 この方向は、醸造時に酸素に過剰にさらされると容易に失われてしまう。そのため、この品種を扱う醸造家にとって、損での醸造は、非常に高い技術を要するものである。この品種で作られる、ワインの品質は、ブドウの栽培技術や気候にも大きく依存する。ブドウが完熟するためには、長く暖かな生育期間が必要であるが、方向が十分に生まれる前に、 ブドウの糖度が上がりすぎてしまうほど熱くはないような気候が求められる。収量の低い品種であるため、地域によってはこの品種の栽培が経済的に成り立たない場合もある。美容にへの起源は定かではないが、長い歴史のあるブドウであると推測されており、ダルマチャで生まれ、ローマ人によってローヌに持ち込まれた可能性がある。伝説によれば、西暦281年に、 ローマ皇帝プロブスによって持ち込まれた。あるいは、ロール川をボジョレイに向けて進んでいた、貨物船にシラーと共に積み込まれていたが、船が現在のコンドリュの付近で、カルズデピと呼ばれる不法組織に捕獲されたという話も伝わっている。ビオニエという名前の由来もよくわかっていない。最も一般的なのは、かつてローマ帝国の前哨として重要であった。 フランスの都市ビエンヌに由来するというものである。他にも、地獄の谷への道を意味するビアゲ変内のローマ風の発音によるという言い伝えも存在し、おそらくはこのブドウの栽培が難しいことを案に示していると考えられる。カリフォルニア州アマドール郡で栽培されるビオニエ。ビオニエはかつては比較的一般的な品種であった。しかし1965年には、 ほぼ絶滅状態に陥っており、ローヌ北部でわずか8エーカー、1900リットルのワインが生産されただけであったとの報告がある。その後、ビオニエの人気と価格は上昇しており、それに伴って栽培も増加した。ローヌにおいては、現在では740エーカーで栽培されている。2004年、カリフォルニア大学デイビス校で行われた DNA 解析により、ビオニエは、 ピエモンテのブドウ品種である、フレーザと遺伝的に近い品種であり、ネッピオーロとも同じ祖先を持つことが判明した。ビオニエの葉、ワシントン州のレッドウィローバインヤードにて、ビオニエはうどんこ病に感染しやすいため、幸いの難しい品種である。収量は少ない上に、作柄は予測が難しい。さらに、ちょうど完熟したタイミングで収穫する必要がある。 収穫が早すぎると、香りや味わいが不十分なものになってしまうし、遅すぎても香りに欠けた、ベタっとしたワインになってしまう。今度流の生産者は、醸造後のアルコール度数が13%になるような、糖度になったブドウを収穫するようにしていることがある。完熟したブドウは深い黄色になり、出来上がるワインは、強い芳香と高いアルコール度数を持つ。比較的、 暖かく成熟期の長い気候を好むが、冷涼な地域でも栽培することが可能である。フランスローヌ北部のビオニエの産地においては、ミストラルが顕著な影響を与えている。この風によって、この地域の地中海性気候が和らぎ、厳しい暑さの夏でも、ぶどうを冷ます効果がある。ワインの専門家であるレミントン・ノーマンによれば、ビオニエは2種類に分けられる。すなわち、 コンドリューに代表される旧世界のワインとラングドックやその他の地域で見られるような新世界のワインである。同じ品種で作られるにもかかわらず、この二つははっきりと異なったワインになる。ブドウの木の樹齢もワインの品質を左右する。ビオーニエでは樹齢15から20年以降で高品質のワインが作れるようになる。ローヌにおいては樹齢70年を超えるような古木も存在する。 1990年代初頭からビオニエは世界中で広く栽培されるようになった。カリフォルニアとオーストラリアでは今では相当な面積の土地がビオニエの栽培に当てられている。バージニア州のエイバ・モンティチェロのような穏やかな気候の産地においても栽培例は顕著に増えている。フランスでは かつてのピーク時に比べビオニエの栽培は減少しているが、これはフィロキセラによる食害が影響している。フィロキセラは19世紀の半ばから末にかけて北米から持ち込まれ大きな被害を生み、さらには第一次世界大戦の混乱により、ブドウ畑の多くが放棄された。1965年にはフランスにわずか30エーカーの栽培面積が残るのみで、 ビオニエは絶滅の危機に瀕していた。1980年代半ばになっても、フランスのビオニエの栽培は回復しなかった。その後、他の国々でのビオニエ栽培が伸長するのと並行して、フランスでもビオニエの栽培は劇的に増加していった。現在では、南アフリカ、ニュージーランド、ギリシャ、日本といった国でも一定の成功を収めている。ビオニエから作られた ラングドックのバンドペイローヌの奥であり、リヨンから40メートル南下したローヌ川西岸に位置するコンドリューとシャトーグリエにおいてはビオニエだけを用いてワインが作られる。ローヌのその他の地域で作られる。白ワインは多くがルーサンヌ、マルサンヌ、グルナッシュ、ブラン、ロールといった品種とのブレンドである。ローヌ北部ではシャルドネと根性されることもある。奥コートロティでは 赤ワインにも最大20%この品種をブレンドすることが認められているが多くの生産者は5%以下しかブレンドしない。ビオニエはシラーよりも早く熟すので通常は分けて収穫され醸造時にシラーに加えられる。ビオニエを加える利点としては c o ピゴメンテションと呼ばれる色素の発色を補助する作用により赤ワインの色合いが安定することが挙げられる。 フランスの他の地域では、花崗岩製の土壌の地域で、ビオーニエの栽培がよく見られる。このような土壌は保温性に優れており、ブドウの健全な生育を助けるためである。ボージョレーの生産者であるジョルジュ・ディブフは、アルデシュでのビオーニエ栽培の拡大に一役買った。現在ではフランスにおける、ビオーニエの最大の産地は、ラングドックであり、バンドペイとして販売されている。 ローニ系品種のブレンドで作られたワシントン州産のワイン、ビオニエが中心品種である。1980年代後半からアメリカとカナダでビオニエの栽培が急増した。カリフォルニアのセントラルコーストは2000エーカー以上の栽培面積を誇り、北米のビオニエ栽培を牽引している。カリフォルニアのビオニエは他の品種と比べ目立ってアルコール度数が高い。 1980半ばにカリフォルニアでビオニエへの関心が急騰したのはローヌレンジャーの活動による部分が大きい。バージニア州で作られたビオニエは国際的な注目を集めており、2011年にはバージニアを代表する白ブドウとみなされている。ジョージア、ノースカロライナ、テキサス、ワシントン、オレゴン、ミシガン、アイダホ、コロラド、ニューメキシコ、ペンシルバニア、 メリーランド、ニュージャージー、ニューヨーク、ミズーリ、アリゾナといったアメリカの州やメキシコのグアドループやバハカリフォルニア、カナダのブリティッシュコロンビア州やオンタリオ州のレイクエリーノースショア、ナイアガラにおいても栽培例がある。アルゼンチンとチリでビオニエが広く栽培されているほか、ブラジルやウルグアイにおいても栽培が試みられている。オーストラリアでは ヤルンバワイナリーがこの品種の最大の生産者であり、白ワインの原料になるほか、シラーズとのブレンドにも広く使われている。ヤルンバワイナリーでは、ビオニエをイーデンバレーのロームと粘土が混ざった土壌で栽培している。その他のビオニエの栽培地域としては、ナンキータ、クレアバレー、ラザーグレン、マレー川、流域、マクラーレンベール、ジロング、ナガンビーコ周辺、キャンベラ、 モーニントン半島、バロッサバレー、アデレードヒル、ジオグラフ、サウスブルネット、ヤラバレー、ピルネーズ、テンターフィールドがある。ニュージーランドでは、量は少ないもののワイエケシマやワラライパで、栽培例がある。ホークスベイにおいては、単一品種ワイン以外に、伝統的なローヌワインのスタイルにのっとり、シラーとブレンドしたワインも存在する。カリフォルニア産のビオニエビオニエで作られるワインは、 花やテルペンのような香りを持つことが知られており、この特徴はミュスカやリースリングと共通する。他にも様々な花や果実の香りを感じることができるが、これは生産地や気候、あるいはブドウの樹齢に依存する。多くは若いうちに飲むのに向いているが、一部のワイン、特に樹齢の高い木のブドウをおそつまみにしたものから作られるワインは熟成にも向く。 三年以上経ったビオニエは特徴的な花の香りが弱まってしまうことが多い。そのようなワインはフレッシュな飲み口になり、香りは単調なものになる。ビオニエの色合いや香りは甘口ワインにも似たところがあるが、ビオニエは一部おそつまみの甘口ワインが作られる。以外はほぼすべてが辛口に仕上げられる。酸味の少ない品種であるため、主に赤ワイン用のブドウであるシラー種に対し、 ワインの味わいを和らげるために使われることもある。さらに、赤ワインにブレンドした場合、色合いを安定化できるほか、香りを高める効果もある。灰色カビ病に侵されないわけではないものの、ローヌ地方においてはビオニエが寄付化することは、まずない。ワイン作りにおいては、なるべく澄んだ果汁を得るために、朝早くに収穫を行うことがある。スキンコンタクトを採用する生産者もいる。 ビオニエの火費にはフェノール類が豊富に含まれているが、この物質は渋みがあるため、スキンコンタクトを行う時間が長すぎると、ワインの渋みがきつくなる。酸味を和らげ、ボリュームを出すために、マロラクティック発酵を行うことも一般的である。新世界においては、より滑らかなワインにするため、バトナージュと呼ばれる檻をかき混ぜる工程を行うことも、ある。そのようなワインでは、 スパークリングワインの生産方法のように、瓶詰めに至るまで檻を残すような作り方がなされる。ビオニエからデザートワインを作る場合、北半球では10月終わりから11月初め頃に収穫を行うことが多い。コンドリューで一般的に用いられる収穫法としてアラシエットと呼ばれる方法が知られているが、これはビオニエの木の下に板を置いておき、木を揺すると、 果熟したドウの実だけが落ちてくるというものである。醸造においてはワインに残存する糖度を高くするため二酸化用を添加することで発酵を早めに止めてしまう。その後ワインを冷やしてから酵母を除去してしまえばワインは安定し瓶内で再発酵することがなくなる。ワインのスタイルにより飲み頃が醸造の1から2年後に来るものもあれば10年。 以上の長期熟成に耐えるものもある。一般にコンドリューのワインは若いうちに飲むことを想定しているのに対し、カリフォルニアやオーストラリアのビオニエはもう少し熟成に向いている。香り高くフルーティーな特徴を持つため、ビオニエはタイ料理のようなスパイシーな料理とよく合う。ありがとうございます。